それでは皆さんおはようございます。また今日も授業を始めたいと思います。で、まずはじめに少し簡単ですが、一応先週宿題というのをやっておりましたので、ちょっとその答え合わせのようなことを、簡単にやっておけばと思います。で、これは全部、書き下し文に改めなさいという問題なので、ポイントはいくつかあって、例えばここの一番最初はこう「詩益」という形ですけれども、何とからしむと、何々をして何々せしむという形になるわけですけれど、これは例えばその「詩」という言葉があったり、その2番目は「民」というような言葉があったり、これが詩益を表しているわけですけれども、最後のその「なんとかしむ」というふうに読むところはですね、これは必ずしも、漢字で書かなくていいと、むしろそのひらがなで書かないといけないという、そういうとこですよね。そしたら、どうしましょうかね。じゃあ一応読むだけ読んでみようということでやってみたいと思いますが、今日はどの辺から行ってみますかね。今日はこっちの方からやって、この間もこっちだったかな。そうだね、こっちからやってみますか。じゃあ翔さんから、じゃあその1番のところ、一応読むだけ読んでみてください。たまたまってやつね。これは「伝送」と読むんでしょうな。費用だね。火を放ちて、これを、やかしむとね。じゃあ字を皆さん読んでみましょうかね。じゃあ後についてしてください。じゃあ「たまたま」「大守定下」で「領に入れ」この首領の領は、これはもう領というふうに読めばいいですね。領に入れ、伝送の深きを見、これね、天竿の虹は、たくさと読んでもいいのかもしれないですけど、多分漢字の虹なので、伝送と読むんでしょう。そして最後ですね、人をして、火を放ちてこれをやかしむ。そうですね、その一番最後のところ、やかしむと、ここのところ、何々をしてっていうのはありましたけど、これをやかしむね。ここは、この派遣の遣という字が、遅延という字がありますが、これがあるので、その詩益を表すということになってるわけね。で、書き下し文にするときは、この遣という字はだから全然読まないというか、漢字には出てこないということになりますね。人をして火を放ちてこれをやかしむということでね。じゃあ、その次2番は、じゃあやってみていただいていいですか。何時ってんですね、一番最初の字は。何時と読むんです、これはね。何時は若君をして、して馬のゆえ、生あ、これはゆえなんですね。これはゆえと読みます。子という字はね、ゆえ、馬のゆえを持ってゆえでをす。持って人を殺し、四輪諸行です四ね。輪諸行に
聞こえ、シム、はいはい、そうですね、いいですね。一番最初の字は、まあ、あなたという意味なんですけど、これは何時という、日本語で何時という字ですね。何時、我が君をして、馬のゆえ、このグーという字も、これはゆえというふうに読みますね。馬のゆえをもって、馬などという理由でもって、人を殺しというね、まあ、そのことを士林諸侯、まあ、周りの諸侯たちに、聞こえしむというんですから、聞こえさせるというね、まあ、そういう話ですね。これもまあ、よく聞く話かと思いますが、ここもこの詩という字を、まあ、使ってるわけですけど、聞こえしむというね、仮名で書いてしまっていいところですね。それじゃあその次はどうでしょうね。露光だね。うん、一定を呼び得てですね、はい、うん、たわむれになんだね、これね、たわむれにです。うん、これもね、レフはね、量と読むんだね、これね、昔のね、二十両。はいはい、そうですね、いいですね。このなんか漢文のこのなんていうかね、親切に振り仮名を振ってくれてるんだけど、この振り仮名が歴史的仮名遣いっていう昔の仮名遣いだもんだから、なかなか読めないんですね。これ多分今の日本人というか今の高校生ぐらいでもこれは量となかなか読めないんだろうと思います。じゃあ一応読んでみますかね。露光、はい、我に命じて、一定を呼び得て、来たらしめ、戯れに魚を飼うこと、二十両ばかりなり。この空っていう字は、まあ、大体っていう意味だよね。この空あるし、リエっていう、リエという字は大体20匹ぐらいという、まあ、そういう意味で、まあ、日本語のところ、日本語の方でもこういう時は20両ばかりというふうにね、この蚊という字を、空という字を、まあ、読んでいるわけですね。普通昨日この間前回出てきたように、この空はまあ、べしっていうふうにね、読むことが多いわけですけど、まあ、こういう使い方も時々っていうか、まあ、中国語にはあるので、まあ、それに日本語も対応してるわけですね。はい。それで今のところはこれはこの民という字がこれに命じてっていうね、この場合はこの命じてっていう字もちゃんと漢字で書かなきゃいけないんだけど、最初にこう命じた何々したっていうのが動詞が後に来てるわけですね。これは来た、来るという、まあ、特にこの来という字があるので、来るという字があるので、命じてと最後に、まあ、来たらしめというふうにね、いわば詩役の意味が隠れてるということで、したらしめというふうに、まあ、読んでる、まあ、こういう場合もあるということであります。それからじゃあ今度ちょっと全然これ4番じゃなかったんですけど、いい加減に切り張りしてるのでこうなってしまって申し訳なかったんですが、今度は受け身っていうやつですね。でこの1番のやつなんていうのはちょっと面白い例で、一応じゃあ読んでみてもらっていいですか。幼衆弁士優の父は随にありて、うん、陳を開く、うん、これは平らぐると読むんでしょうね。平らぐるですね。平らぐるの子を持ってで、うん、はいはい、いいですね。でこれこの間受け身の形は、例えば日という字とか見るという字とかですね、あるいはこういう字があって受け身を表すというのがあったんですけれど、今のこの文章は全然これそういうような字がないんですよね。で幼衆の、まあ、幼衆弁士優の父は、隋にありて、まあ、隋の王朝ですね。で陳を平らぐるの功を持って、
義道を授けられると。この義道っていうのは官職ですよね。ちょうど南北朝が分裂していたところで、隋王朝が中国を統一するわけですけれど、その南に最後まであったのが秦という王朝だね。だからその秦を平定した、平らげたというその功績でもって義道という官職を授けられたということなんですけど、これはこの勝うという字がね、勝いいと、いいとんのこの勝うという字がもともとある意味では受けるという意味を持っているわけなんですね。これはね、これだから授ける場合と授かる場合と両方あるんですけど、この言葉自体がある意味では受け身的な意味を中に含んでいるということで、ここでは授けらるというふうにね、もしこれをそっくりそのまま授くって読んじゃうと、この人が与えることになっちゃってね、意味はおかしいわけですよね。これは皇帝から受けるわけですから、皇帝から授けられるわけですからね、授けらるというふうに読んでいるということですね。じゃあこれ読んだっけ今。僕は今直前のことを最近思い出さない。じゃあ読んでみましょう。恐ろしいんですね、こういう瞬間がね。楊州弁士湯の父は、隋にありて、秦を平らぐるの功をもって、義道を授けらる。それでこれもこの「いい」というね、「持って」というのが出てきますけど、これはその理由を表してるわけだよね。それでその「地位を平らげた功績」、そういうことでもって、義道という官職を授けられたんだということで、この「いい」はですからその「ピン・チェン・コン」というこの3文字にかかるといいますか。こういうことの理由でというのがそのピンチェンコンの3文字なんですね。だからそこが「チンを平らぐるの功」という、そこ を持ってというふうにね、そこで、ひっくり返るということになります。それじゃあその次も一応やってみますかね。じゃあ「死闘」ってやつだね。これは「ナス」なんだな。形成、これがラルですね。形成ラルというね、この実は、ルーラルっていうのが日本で受け身とかね、尊敬とかを表す助動詞があるんですけど、これが一応活用しちゃうからね、ちょっとややこしいんですね。この場合は、形成ラルと、それでいいということですね。じゃあ一応読みますか。じゃあ「死闘をなす者」、「おのおの傾聴をもって」「傾せらる」。これね、日本でちょっと本当はあんまりよくないと思うんですけど、この「ちんちょん」という字ですね、これ「傾聴」って大体言うんだよね、日本語でもね。日本語でも読むんです。だけどこの「ジョンという字は中国語でもジョンとチョンとあるでしょ。で当然それは日本語でも2つ音があって、重いっていう場合は重なんだよね。ジョンリャンなんていう時は重量なんですね。重なんです。だけどチョンとこう重なる時は、しばしばこう超ってなるわけだよね。だから本当だったらこれ軽重というのが普通の読み方かもしれないんだけど、なんか傾聴って必ず言うんだね。かなえの傾聴を問うというようなね、言い方を、することもあると思いますので、これは多分傾聴を持ってというふうに言うと思います。それじゃああんまり全部これやってるとあれなので、その次のですね、この3番目の問題で否定の形っていうやつなんですけど、これがね、ちょっとややこしい問題が出てくるんだね。ちょうどいいや。じゃあ川島さんにもやってもらいますか。じゃあもしってやつね。
うん、なさざりせばってこれわかんないでしょう。なさざりせば、うん、すなわち久しくすでにやめるならんっていうのね。で、この最初の字はまあもしと読んでるんですが、もし我この駅をなさざりせばと言ってるんだね。一応読んでみましょう。もし我、はい、この駅をなさざりせば、すなわち久しくすでにやめるならん。これ出典は分かりますか。この文章どっかで読んだことあるでしょう。有名な文章、劉宗元、劉宗元の蒲松龄書というやつです。これなんか国語の教科書に出てない？蛇を捕らうる者の説って言うんだけどね。でこの文章はどういう文脈で出てきたかって皆さん覚えてる？この話ね、毒蛇を捕まえて暮らししてる人がいるわけだよね。それでその毒蛇に会うと、まあ、みんな死んじゃうと。でそれで劉宗元がなんで、そんな危ない仕事をやってるんだってこう聞くわけですよね。でそしたら、この仕事をやってるとその税金が安くなると、ね。で、税金が安くなるからこの仕事をやってるんだっていうふうに言うわけですね。でそれで、その火星は、虎よりも猛なりってね、空中猛牛不意へって孔子様の言葉を引いて、言うわけですけれど、みんなその税金を取られるのが厳しくて、みんなその病気になったり、まあ、つまりその仕事がきつくてですね、病気になったりして死んでしまうっていうわけです。でここの文章はそこのところで出てくるんだね。だからもし私がこの駅っていうのはその毒蛇取りの仕事です。だからもし私がこの毒蛇を捕まえる仕事をしていなかったとしたらっていう、これ要するに過去の仮定法なんだよね。もししないならっていうんじゃなくて、していなかったとしたら、すなわち久しくすでにやめるならんと、もうとっくの昔に病気になってしてしまっただろうにっていうね。つまり普通のお百姓さんをやっていたら、税金が高くてそれが払えなくて病気になって、病気になってしまっただろうっていうわけです。で そういうことで、ここはなさっていうのがまあ動詞で、ざりは図なんですね。でこのせが、まあ、要するにその過去を表している助動詞なので、これをどうしても入れないといけないというね、ことなんですね。でなんとかだったらと。で後ろにすなわちっていうのが、これは次のやつも来てるけど、このすなわちが来るときは何々ならばすなわちというふうにね、大体来るのことになっていて、それでここはやめるならんというふうにね、これもまあそういう言い方になってるんですけど、これはだからそういう一種の仮定法、過去ってやつですかね、過去の仮定なの。だからなさずんばっていうんじゃなくて、なさなければっていうんじゃなくて、なさなかったとしたらというその過去の言い方なので、ちょっとこういうややこしい言い方になるということなんですね。その次のやつはこれはもう本当に現在の言い方なので、ズンバなんですね。これズンバというふうに、読んでいます。じゃあこれやってみらっていいですか。これ論語の有名なね、一偶をあぐるにだよね。
グー、うん、グーだね。に、グーを反省、ズンバなんですね。ズンバなんですね。バ、すなわち、再びせざるなりとね。一グーを、あ、じゃあ読んでみましょう。一グーをあぐるに、三グーを持って反省ズンバ。すなわち再びせざるなりと。ええ、そうですね。これね、孔子先生もなかなか厳しいんだよね。これはね、ちょっと言って全部わかんないやつはもういいってんだよな。これね、ちょっと2回ぐらい言ってもらいたいという気がしますけど、ということで、それでこの現在でなければ このすなわちの前に来るとき、これはまあ図という、まあ、反省図なんですけどね、ここになんかズンバというふうにこの運が入るんだね、なんかね、反省ズバではなくて反省ズンバというふうにね、まあ、ちょっと詰まる音になります。まあ、だいたいそういうふうに漢文では読んでるんですね。はい、それじゃあちょっと全部やったわけではありませんが、やってないところのやつはまた林さんに頼んでそのシステムの中に入れてもらいますので、皆さん自分で答え合わせをしておいてください。今日はもうこの漢文の語法についてはやりませんが、漢文の語法についてはやりませんけど、今日は今日で、一応また宿題を、今日はですね、まあ、また書き下し文なんていうような宿題を1枚、まあ、そんなに多くはないんですけど作りましたので、これはまた皆さんやってみてください。それで来週なんですけれども、来週授業はまたもちろん普通通りにやるんですけど、これまで一応その漢文訓読の、練習をしてきたので、まあ、本当に今までやったことの、本当の小テストってやつ、この A4 今のこの A4 サイズの1枚ぐらいの、簡単なテストを最初、まあ、10分か15分もあればできるんじゃないかと思うんですが、それをちょっとやってみたいと思いますので。まあ、なんていうか別に点数もつけようとは思ってないので、皆さんがどれくらい習得をされたかということを知りたいという意味で、別にこれは学期末の成績に、学年末最後に試験はやらなきゃいけないんですけど、これはちゃんとできないと点がつかないということになりますが、まあ、真ん中のテストはこれはもう本当にちょっと私が、参考までにということでやろうということなんで、ちょっと来週、まあ、ごく簡単なもんですけど、いろいろ皆さん復習をして、おいてください。はい、これはまあ一応そういうこと。さて、それじゃあ宿題に関してはだいたい以上のところでですね、今日はまあ、江戸時代の、まあ、日本、まあ、江戸時代といっても実際は300年近くあるわけですから、まあ、江戸時代の最初の方と終わりの方とでは、まあ、だいぶ時代も違うわけですけれども、まあ、当時の、まあ、こう学問とかですね、こう勉強というようなことの、実際の状況はまあどうだったんだろうかということをちょっとお話をしたいと思うわけです。それで、今日は、経典予史というね、経典予史っていう本のことをちょっとご紹介したいというふうに思っているわけです。これ今
日本語の今の東洋漢字、日本の、まあ、普段使っている漢字で書くと、まあ、この経典よしっていうのはこういうふうに書きますけど、あのこの世はね、あのこの世という字は、まあ、要するに本当にこれ、まあ、今の中国の簡体字もそうですけど、あの私という意味でこう弱という時の言うというこの字と、あのこのたくさんあるという意味でのこの世 と、2つ場合があるわけだよね。でこの経典よしはあのもちろんこっちの方の意味で、あのたくさんあると、まあ、先生がたくさんいるというぐらいの意味なんだと思うんですが、まあ、そういうものなんですね。でこの経典よしなんていうようなあの本のことを今まで、聞いたことがあるとか、あの知ってた人っています？知ってる？あ、そりゃそうだよ ね、 このね、最近今日本でね結構してますからね。実はこんな本はあの日本で誰かに聞いてもほとんど知らない、今ではあの知られてない本だと思います。で私もごく最近、知ったというぐらい の、 あのものなんですね。でこれ実はその江戸時代の、まあ、本当に終わり頃の時期なんですけど、 あのある意味では一種のこうベストセラーで、誰でも買って読んでたみたいな本だと思います。であの今度ちょうど僕今日この授業が終わった後また一回帰るので、あの持ってこようと思いますけど、今そのこの経典よしなんていうような本、日本の古本屋さんで、僕はなんか京都の古本屋さんで買ったんですけど、あの1冊100円、100円だよ、台湾のお金にしても30元ぐらい、3、4くらい、で買ったんだよね。で今100円っていうと、あの日本ではあの缶コーヒー、缶入りのコーヒーとか買えませんからね。あの今130円ぐらいになっちゃってで、まあ、そのぐらいの値段で売ってるっていうか、もうなんか捨ててあるようなもんですね。でそれな感じになってるものです。まあもちろんそれに限らないけどね。であのこれは「まあ、谷100年」という、これ谷さんっていうんだね。まあ、ほら飼育、ね、渓谷っていうんで、あのこれは谷でしょ。だからこっちも谷の意味でね、あの谷さん、谷100年という人が、まあ、編集して、作った本なんですね。でこれはあの、天明6年っていう年、天明6年は、1786年、これ乾隆、中国だと乾隆51年っていう年なんですよ。乾隆帝の時代だね。という、まあ、あのものがあるわけです。で、これこの本に関しては、まあ、今の人はだから僕も全然知らなかったし、おそらく今日本人でですね、よくテレビなんかでやってるように、あの渋谷の駅の前かなんかで、あのマイクを向けてですね、経典よしって知ってますかって言ったら、多分100人に聞いて100人知らないと思います。これはね、知ってる人がいたらかなりなんていうか面白い人だと思います。でそれはあのあるんですが、これはですね、その経典よしはあれなんですけど、皆さんあの二宮金次郎という人のことは知ってますか？二宮金次郎という知ってる？知ってる？なんで知ってるの？なんてことはないけど、どういう人ですか？あ、銅像だよ。そうそうそう、あの二宮金次郎って人がいてね、二宮金次郎って、まあ、あのこの人はまあ後に、これはまあ二宮尊徳っていうのがね、まあ、名前で有名になりますけど、この人は、ですから1700、
まあ、大体もう幕末ぐらいに近いんですけどね、1856年亡くなってるんで、黒船が来たなんていう頃に亡くなっているわけですね。で、この二宮金次郎の、に関しては今ね、銅像って言ってくれた人がいるけど、実はこれ日本の昔の、まあ、特に戦前だね、だから1945年までの、日本の小学校で、その日本の小学校の庭に必ずこの二宮金次郎の銅像があったんだね。でこれ二宮金次郎どういう銅像かっていうと、まあ、ちっちゃい子供なんですけど、背中にこう焚き木を背負ってね、芝刈り、山へ芝刈りに。でこれ二宮金次郎は、まあ、要するにお百姓さんの子で、家が貧しかったんだね。それで昼間はだから、そのお父さんお母さん、まあ、要するに家の手伝いをして、働かなきゃいけない。で、まあ、子供がやったりする仕事っていうのは、まあ、山へ行って、その焚き木にする木の枝をね、こう集めてくる。でそれをつまり後ろに背負って、まあ、家に帰ってくるわけですよね。それでその二宮金次郎の銅像って、だいたいちっちゃな子供が後ろにこう焚き木をたくさん背負って、それで本を読んでんだね、歩きながらね、こう本を読んで、実はこれですね、これはなんかインターネットかなんかで写真があったのでコピーしてきたんですけど、なんか日本の静岡の掛川の駅前にあるんだってんですけどね、まあ、要するにこういう形の銅像なんですよ。でこれってつまり戦前の日本の小学校には全てあったっていうことで、つまり台湾の小学校にもあったらしいんだね、これね、二宮金次郎の銅像って。それでなんかそういうなんていうのかな、昔の、ことをいろいろ調べてる人がいて、そうすると今でもこの台湾にところどころこの二宮金次郎の銅像が残ってるんだって。でそういうところがあるらしいですよ。だから皆さんのなんか家の近くとか自分の出た小学校とか、そういうのがあったって言ったらなんか教えていただきたいという話なんですけど、こんな銅像だからね、ぜひ見ていただきたいと思います。それで実はこの二宮金次郎がその小さな子供が仕事しながら本読んでるわけですよね。でこの時に二宮金次郎が読んでる本っていうのがどうもこれだったらしい、この経典よしっていう本だったらしいんです。つまりこの経典よしっていうのはどういうものかと言いますと、普通ですね、この特に漢文、経典って言ってるからまあ漢文なんですけど、この漢文を呼ぼう、勉強しようという思うとですね、これは今までお話ししているように漢文のテキストに返り点送り仮名がまあ振ってあるわけだな、日本で出てる本はね。でそうすると、まあ、それは返り点送り仮名に従って読めば読めるだろうとこう一瞬思うんですけれど、実はその漢字の読み方とか、あるいはその漢字の意味とか、これはなかなか難しいわけだよね。そう簡単ではない。でこれはですね、大体まあ、いわゆる、まあ、昔の日本で、まあ、漢文とか漢学っていうのは、まあ、多くの場合はその武士の子供が、まあ、勉強したわけですね。お武家さんが、武家が、武家の子弟っていうのかな、子弟に限りませんけど、その子供たちが勉強するとしても、その武家の子供がまあ勉強したわけです。それでちょっとね、今日ね持ってきたんですけどね、これうちにあった、これうちのご先祖さんが勉強してたってやつなんですが、 こんな書教だよ。でこれがあって、
なんかあんまり読んだ形跡がないんですけどね。これはまあ下札あの地だからね、天と地になってて、上の方はちゃんと読んでたのかもしれませんです。これは下札で、なんか綺麗な感じがしますけど、これはこれで要するに漢字ばっかりの本でしょ、書教だよね。それでそこに返り点送り仮名っていうのはついてるわけだけど、これってやっぱりそのさっきからちょうどやってるように、やっぱりその素読とかなんかでこう先生についてですね、この読み方を習わないとこれ簡単に読めないんだよね、やっぱり昔の子供でもね。だいたいこのまあ武士の子供はこれはそれぞれの、武士っていうのはなんとか藩というね、お大名がいてその藩に仕えてるわけですけど、その藩にはまあ藩校っていうのが必ず、まあ、必ずと言っていいほどあって、その藩校でまあみんな勉強するわけですよね。でこれはまあだから武士の家の子供はまあそういう形でずっと勉強できて、漢文もまあ一応は読めることになるということなんですけれども、これはまあ書教ね。じゃあこっちをお回りしましょうね。それからね、もう一つ、まあうちもっといっぱいあったんですけど、これはね、後でまた来週、うん、そう来週ちょっと触れるんですが、この古文新法っていう本が あるんだね、これね。でこれは日本でものすごく読まれて、だいぶこんなうちにあったぐらいですから、よく読まれてたものなんですけど、この中国で出たものなんだけど、中国ではあんまり知られてないというか、知らないでしょ、聞いたことないでしょ、グエンチェンパオという本ね。でこれは日本でものすごく流行ったんですね。これ江戸時代にもう山のように本が出た。で、まあ、実はこれ朝鮮半島でもこの古文新法っていう本はちゃんと読まれてたらしくて、朝鮮本があるんだね、これはね。だから、中国では忘れられちゃったっていうか、ほとんどなくなっちゃった本なんだけど、朝鮮半島と日本でなんかものすごくよく読まれたものです、これはね。これも一応返り点がついてるけど、やっぱりそう簡単に、読めないっていうものですね。で、だからそれで庶民の子供、まあ武士の子供はまあ藩校とかでまあちゃんと勉強、先生について勉強できたんだけど、この二宮金次郎みたいな、まあお百姓さんの子供はですね、こういう学校入れないわけですから勉強できないわけですよね。でどうしたらいいか、で漢学、先生について本当だったら一つ一つこう素読をして、教えてもらわなきゃいけないはずだったんだけど、それがまあできないと。で普通、まあ、庶民の子供っていうのは、まあ、当時は、寺子屋っていう、まあ、学校行くんだよね。これはまあやっぱりその普通の庶民の子供でも、小江戸時代の特に終わりぐらいの頃はみんなこの寺子屋で、勉強したわけで、まあ、明治になってからいわゆる小学校っていうね、みんな小学校へ通うようになったわけですけど、その前にこの寺子屋っていう制度が、まあ、一応あって、まあ、それがこう小学校っていうものに割と簡単に、発展していけたっていう話はあるんですが、まあ、とにかく寺子屋で普通習うのは読み書きそろばんっていう言葉があるんだね。読み書きそろばんっていう言葉があって、これはまあだいたい商人が多いと思いますけど、その商人だって文字は読めないと困るわけですよね。手紙のやり取り、例えば何か物を売ったり買ったりするのに手紙ぐらい書けなきゃしょうがない。でそれからそろばん勘定ができないとお金の勘定できないわけですからね。今はなかなかねこのそろばんっていうのできないけどね、ね、ピッピッピッて押せば答えが出ちゃうわけですから、こんなやる人はいないんですけど、昔はまあだけどその、紙で計算なんてことはないんで、みんなそろばんで計算したわけですよね。でこれがまあ寺子屋で、まあ、普通教える科目であって、まあ年取ってくれば
漢学のちょっとぐらいはやったかもしれないけど、基本的にはまあ寺子屋っていうのは、まあ、今で言えば小学校みたいなところですから、こう漢学の本なんていうのは読めないわけですよね。でところがこの経典よしっていうものが、その天明6年江戸幕府の中頃にこう出たっていうわけです。それで、この経典よしという本に関しては、ある人がですね、まあこれ師匠に限らないんですけど、昔の日本語だからね、こういうような、つまりその経典よしってどういう本かっていうことを説明しているものがあって、師匠を、まあ、これ師匠はまさにその朱子学の師匠だよね、大学中庸論語孟子のその師匠を、まあ、ひらがな、まあ、この書き方はですね、まあ、要するにひらがなにて、ひらがなでもってざっと時申し候っていうんだね。候と、このなんとかで候っていうのがいっぱい出てくるのが、まあ、昔の文章ですけど、師匠をひらがなにてざっと時申し候と、まあ、そういう本だっていうふうに言ってるわけで、このひらがなにてっていうところがこうミソなんだよね。でつまり、この漢学のテキストっていうのは、まあ、今お回ししているのもそうなんだけど、基本的には漢字ばっかりで、どういう意味なのか、あるいはそれをどういうふうに、訓読したらいいのかって、読み仮名なんかあんまり書いてないわけですよね。送り仮名はちょっとはあるけれど、その振り仮名みたいなのもついてないんで、やっぱりそれは普通の人には簡単には読めないわけです、実はね。中国語日本語にしたっていう点はものすごいんだけど、じゃあ誰でも読めるかっていうと、やっぱりその相当な漢字の知識がないと普通の人には読めない、ひらがなのしか知らない人は読めないってわけですね。でところがこの経典よしという本が出て、そういう中国の古典をひらがなで、ひらがな知ってれば読めるっていうふうにしたっていうところが、この本のすごいところなんだね。でだからその二宮金次郎少年が、まあ、ひらがなは読めたんだろうな、多分な、だから寺子屋かなんか行っててね。でだけど漢文はそこで習ってないと。でいきなり今お回しているようなテキストをもらっても全然わかんない。で、ところがこの経典よしという本があったもんだから、このひらがな読みでもって漢文の読み方が学べるようになったと。いうそういう話なんだよね。で、そうしましたら、そういうようなことでね、今のこのちょうどこの大学小区の序っていう、一番最初のページなんか見ていただくとですね、これもちろんダーシュエチャンチューシューとかね、ダーシュエチーシュークチダーシュエスオイチアオレンチファイエなんてこう漢字は書いてあって、で一応そこに返り点と送り仮名はついてるわけですよね。だけどこれをさ、この返り点と送り仮名のついたこの文章をどうやって読んだらいいのかっていうのは、まあ、先生に聞かないとわからない。でところがですね、これすぐその上の段にあるよね。で上の段に「読法」「ドゥーファー」って書いてあるところあるよね。この振り仮名がかえって読めなかったりなんかして、これはドゥーファーの右側は、読み方と書いてあるんです。読み方、ドゥーファーですね。そうするとそこにですね、大学小区の序なんていうふうにこの漢字を書いた右側に振り仮名が振ってあるでしょ。
大学江浙州の右側にね、大学社屋の序とこう書いてあるんですけど、そして、そのすぐ左側は大学の書は古の大学にして、人を押し得るゆえんの法なりというふうに、つまりこの書き下し文を仮名で書いてるわけね。というかその漢文訓読体の書き下し文を書いて、そこに振り仮名を振ってるわけ。古の大学なんていうようなところをね、こう振ってるわけなんですね。古の大学にして、人を押し得るゆえんの法なりというふうにこうなっていて、つまりこの上の方を読めば、書き下し文は、つまりこれ本当はこれ先生が読んで、そしてそれを聞いて、つまり何て言うんですかね、普通の判子なんかで習うとしたら、この漢字だけのテキスト、これをまあもらって、で先生が大学の書は、古の大学にして、人を教えるゆえんの方なりというふうに読んで、まあ、それに後ついて読んだりなんかして、あ、これをそう読むのかって分かるわけだよね。かな振ってないわけです、本来のテキストにね。だけどこれはその上に読み方って言って、漢文訓読書き下しが、振り仮名までついて、書いてあるということなんだよね。だからこれを見ていけば、先生につかなくても訓読の仕方が分かるということなんだよね。だから、経典よしってなもんで、先生がいっぱいいるっていうのは、まあそういう意味なんですね。自分の身近なところに先生がいますよという、まあ、そういう意味になるかと思います。それから後でまたちょっと細かく見てみますけれども、ここの大学商区の序なんて書いてあって、その下にこう小さい字でね、2行になって、あるんだけど、これはみんなその解説が書いてあるわけですね。だから、書き下し文が書いてあって、しかもだいたい細かい、これはどういう意味なんだというその解説までついてる。だから本当にこれ読むと、まあなんていうのかね、書き下し読み下しの仕方が分かるし、どういう意味かっていうことも説明してくれちゃってると。だから本当に先生がいりませんよという、まあそういうテキストなんですね。じゃあちょっとまたこの後で続きの、少し解説をして、それでこの変体仮名なんですけれども、少し読んでみましょうということです。はい、こういうその経典よしというものなんですけど、これが実は今さっき、師匠っていうふうにね、師匠をひらがなで読めるようにしたって言ったんですけど、これが師匠だけじゃなくてですね、経典よしの師匠とかですね、経典よしの小学、まあ朱子の小学だね、経典よしの司教、諸教、それから駅教もあったんだな。それから金四六、こんなようなものがこの経典よしって出てたらしいんですね。ということで、だからまあ大体これ師匠というのは、いわゆる朱子学で、まあ、重視されたものですよね。でそれからこの金四六もこれは朱子ですよね。だから全体的に、まあ、これ江戸、日本では江戸時代は、まあ、朱子学というのが、まあ、一応漢学になっていたわけですけれど、まあ、その傾向が非常に強いわけですね。で、先ほど
この慶天義っていうのが最初、天明6年1786年に出たというお話をしました。で、さっきそこにも書きましたけど、あの二宮金次郎は、この1787年の生まれですから、あのまさにこの慶天義が初めて出たその次の年に彼は生まれてるんだね。だから、二宮金次郎が、まあ、10歳ぐらいになった頃っていうのはもうこの慶天義シリーズが、次から次へと出て、まあ、世の中でだいぶ流行している、まあ、そういう時代にまさに当たるわけですよね。で、この1786年っていう年は あるいは1787年という年はですね、他にも意味があって、実は日本の江戸時代に、まあ、日本の江戸時代って300年もあるんで、あの簡単に一口では言えませんけど、あの、まあ、だんだんこう幕府も終わりの方に近づいてくると、まあ、なんていうんですかね、世の中が贅沢になったりなんかしてこうだんだんたるんでくるわけですね。でそうすると、あのなんとかの改革とか言って、あの必ずその、社会を改革しようという運動というか、その政府の政策がこう出てくるわけです。でその、いくつか何とかの改革というのがあるんですけれども、この官制の改革っていうのが、をあります。でこれが、ちょうどこのですから1887から、1793年ぐらい、の時代ですね。このつまりちょうど慶天義がこの前の年に出て、二宮金次郎が生まれたその年ぐらいにこの官制の改革っていうのが始まってます。でこれはあのいろいろなことをまあやっているわけですけれど、つまりその贅沢を禁止するとかね、贅沢してるとお金なくなっちゃいますから、あのつまりこれ武士っていうのは、お百姓さんじゃないし、まあ、そのお百姓さんのお米で食べてるわけですけど、その武士が贅沢になっちゃうと、どんどん苦しくなっていくわけですね。でそれで、まあ、贅沢を禁止するとかいろいろあるんですが、その官制の改革の一環として学問の奨励っていうのがこうあったんだね、まあ、一つにはね。で、昌平坂学問所っていう、まあ今東京のお茶の水って駅がありますけど、そのお茶の水の駅の、すぐ前あたりに、これは湯島の聖堂と言われるね、孔子廟があるんですね。これはまあ孔子廟です。これはまあ江戸時代に、まあ、ずっと前からあるんですが、そこの場所に、この昌平坂学問所という、まあ、要するに一種の大学を幕府が作ったわけですね。要するに儒学を研究するその学問、大学を作りました。でそれからこの官制の時代に、まあ、このいろいろな学派がたくさんあったわけですけれど、この時にまあ何て言うんでしょうね、一種のこう学問の引き締めみたいなことがあって、これ官制医学の禁といってですね、まあちょっとまあ別に何か人が殺されたりなんかするようなことがあったわけではないんですが。いろんな学派が出てきちゃったんですね。でそれでもともと江戸幕府は朱子学が官学ですから、その朱子学官学っていうのを、もう一度こうきちんと正そうというのが、この官制医学の禁なんですね。ですから、この昌平坂学問所を作りましたけど、まあ、ここの教官は、まあ、みんなこの朱子学をやったという人が、まあ、中心ということになるわけです。でこの慶天義まさにその時代に出ているので、やっぱりその朱子学的な香りは強いで、それからまあやっぱり、
そういうなんて言うんでしょうね、学問奨励っていうことが、まあ、これは武士の世界だけではなくて、やっぱり世の中全体に、なんかそういう学問をしようという、まあ、雰囲気みたいなのがこう高まってきたんでしょうね。でそういうことを背景に、やっぱりこの経典よしっていうのが、まあ、一種の大ベストセラーになったっていうことらしいんです。たださっきも書きましたけれども、この経典よしを編集した、この谷百年という人ですね。でこれは必ずこういう、まあ、ベストセラーみたいなものが出ると、必ずそれを妬むといいますか、悪く言う人というのはいるもので、本当の学者というかね、まあ、なんかそういう人から見ると、こういう通俗的なものができてみたいなことは必ず言うわけです。で、その、まあ、一種の悪口みたいなのにこう出てくるんですけど、実はこの谷百年という人もあんまり詳しい伝記はよくわからないんですね。讃岐だから今の、四国の人だっていうことはわかるんですけど、その讃岐の国の、浪人寺社だって、浪人寺社なんて言葉出てくるんですけど、あんまり、なんか親切なというか優しそうな言葉じゃないんだな。でこのまあ浪人っていうのはね、浪人って言葉は、分かりますかね。これは昔の武士っていうのは、まあ、必ず、それは何とか藩というところに、まあ、属していたわけだね。まあ、要するに今で言や会社みたいなもんで、そのどっかの会社の勤めてないと、まあ、逆に言えば給料ももらえないし、ね、生活ができないわけです。で、そういうどこどこの藩にこうちゃんと所属していない武士みたいなのを浪人というわけだね。だから赤穂浪士の話なんかも、あそこの赤穂藩が潰されちゃったからね、そこの、まあ、要するに会社が倒産しちゃったようなもんですから、まあ、そこの社員はみんな浪人になっちゃうという、まあ、そういうことなんですね。で、まあ、浪人なんて言葉は、まあ、だから彼は本当だったら寺社はどっかの藩校とかね、まあ、そういうところへ、召し抱えられて、就職をして、それでどこどこ藩の寺社ということで、どこどこ藩の学校の先生をやってたはずなんだけど、多分彼は、まあ、そういう就職が、まあ、この時なかったんでしょうね。だからこう、浪人寺社で、まあ、それで、まあ、しかしこういうものを出して、これが売れたら相当生活は潤ったのではないかと思うんだけど、まあ、そういう感じの人ですね。要するに非常に通俗的な、ある意味ではその通俗的なものなんですね。で浪人って言葉は今でも日本ではごく当たり前にしかし使う言葉なんだね。別にもう武士はいなくなってしまいましたけどね。これはまあ何と言っても大学の入学試験の時に使うんだね、この浪人って言葉はね。知ってる？まあ中学高校ぐらいまではね、大体みんなどっかへ入るわけだけど、まあ、大学はこう何歳の人がじゃなきゃ入れないっていうことはないんで、自分が入りたい大学へ例えばね、1回高3の時に受験して落ちて、でそしたらまた次の年受けるっていうのはできるわけだよね。でまあ1年間だから高校は卒業しちゃったけど、大学へ行かないで、まあ、予備校とかね、なんかで勉強してまた受ける、それは浪人っていうんだね。大学浪人なんですね。でこれがまあ1浪2浪3浪とかね、1年浪人するのは1浪でね、2年やるやつもいて2浪ね、3年もやってると3浪ね、4浪なんていうともう同級生は卒業しちゃうよね。まあ、そういう感じの、まあ、浪人なんて言葉はだから今でも日本語では生きてるんだね。台湾の大学ってこういうのあんの？浪人ってできるの？できることはできる。浪人っていうの？
なんていうのこの浪人にあたる、あ、チョンカオ、もう一回受けるってわけ。2年受ける人はなんていうの、两次チョンカオ、重考两年っていうの、あ、まあそれは非常に何て言いますかね、あの、なんていうか、なんというか、なんというか、あの、まあ機械的な言い方だからあんまりあれですけどね、まあなんとなく浪人なんていうとこうあんまり聞こえは良くないわけだよな、日本語的に言うとね。まあみんな浪人ってのはしたりするけどね、あの、まあそういう浪人であります。で、あの、つまりさっきあれですけど、こういうものっていうのは、あの、つまりものすごいベストセラーだったっていうことですよね。それで、二宮金次郎みたいな子供もやって、まあ、本は買えたんだろうね、つまりね。あるいは、なけなしのお小遣いをはたいて買ったのかもしれないけど、まあ、そういう小さな子供でも買えるぐらいのものではあったということだよな。で、まあ、そういうことで、あの、ものすごく流行った。でしかも、まあ、そうやって多分いいことはいっぱいこれで勉強した人はたくさんいたんだと思うんだけど、まあ、今、こういう日本の例えば江戸時代の、学問の歴史とかね、江戸時代の学術史みたいなものを見ても、まあ、有名な学者のね、その例えば荻生徂徠とか、まあ、そういう人の名前っていうのは必ず出てくるけど、こういう本のこととかこの谷さんのこととかっていうのは全然出てきません、今ではね。だけど実はこういうことが、ある意味ではこう、まあ、学問っていうのも一つのこう山ですから、その裾野であったことは確かなんだね。だから荻生徂徠みたいな人が、まあ、時代は違うけど荻生徂徠みたいな人が出てくる背景にこういうものを作ったり読んでた人がいたということは間違いないわけですね。で、実は私も最初言ったけど、この「経典よし」なんていう本のことは全然知らなかったのですが、まあ、京都でねたまたま買ったっていうのはあれなんだけど、この今日本でそのこういう江戸時代の出版のこととか本のことを研究している鈴木さんっていう人がいるんだね。鈴木俊之さんっていう、この人はまあ今こういう江戸時代の出版関係のいろいろな論文とか、まあ、本の、まあ、ものすごい目録をね作っていてものすごく役に立つんですが、この鈴木さんが江戸の読書熱という、まあこれ副題がついていて、自学、自学する読者と書籍流通っていうね、これが2007年「平凡社」っていう本屋から2007年に出ています。でこのまさにこの鈴木さんの本にあるように、本当にその自学する読者ってわけだな、先生についてるわけじゃなくてね、今までの学問っていうのは大体、まあ、先生がいて、やってるっていうことが多かったわけだけど、もう自分で勉強できるようになって、でどんどん本も売れまた広がっていくようになったっていう、まあ、そういう話なんですね。この本探してたら あそこの中央研究院にちゃんとあって、私これ借りてきたんでお回しします。これ文哲書にあったんだね。で、それで、さてその本日のメインイベントなんですけれども、この「大学将句の序」を読んでみようというわけだな。でこれは
実際、まあ、昔の人にとっては、あ、昔の人にとってはというかあれですけど、今我々がね、なんかこれ読もうと思うとなかなか苦労するでしょう。あの、かなで書いてあるから楽なんだっていうのがこの本の売り込みの文句なんだけど、そのひらがなが読めない、これね、これ江戸時代っていうか、まあ、ずっと昔のこれ変体仮名という、まあ、この仮名がね、変体仮名っていうので書いてあるわけですよ。それでまあ、なかなか難しいんですが、実はこれはもう私もこういう変体仮名を使って文章を書いたこととかないので、実際なかなかこれ書き方がまあそもそも難しいですね。どうやったらいいのかっていうのがね。で時々、まあこれはあれですけど、例えばまあこんなような文字が時々出てきますけど、でこれは2なんだね。そこのさっき読んだその読み方っていうのがあって、その大学の書話っていうのあったでしょ。いにしえの大学にね、これまあいろんな書き方あって、要するにこういうふうになったり、これだと一見ふになっちゃうんだけどね、2なんですよね。でこうこれにしてというような、でこの今のここのしてのこうなんですね。この手という字は、まあ、まあまあなんとなく今の手も手なんだけど、これあれなんだね、みんな漢字なんですよ。これはこの天という字を崩して、天という字をこう崩してこう書いてるっていうことなんだね。まあもともとだからこの変体仮名って言っても全部元は漢字なのよ。だからひょっとするとみんなの方がこれ読めるかもしれない。いわゆる草書とかが分かってるとね、だから案外みんなさん楽かもしれないね、これね、パッパッと分かっちゃうかもしれない。そういうものなんですね。これがまあ一番うまく書けないんですけど、東京とかの街を歩いてると、こういう変な字をよく見ると思うんだよね。こういうのがあるんだよ。でこれよく本当によく見ると思うよ。これまあ生はね、木という字ではこれはいいんですけど、これね、そば、おそば屋さん、おそば屋さんの看板はね、大概この変体仮名書いてあるんですよ。でこのそばの「そ」っていうのはね、多分この「そ」だったと思うだからこれを崩してこうなってる。だからこれそばなんですよね。だからまあ東京へ来たり、まあ東京に限りませんけど、日本で、こんな変な字を見たら、あれはおそば屋さんなんで、そこへ行けばおそば食べられるという、まあそういう大事な字ですね、これはね。これあんまりうまくないから、これ映さないでほしいぐらいなんですけど結社をまあそういうことでですね、いろいろあるわけね。でよくだからこれ今の仮名とすごく分かりにくいというか区別がつきにくいのがあって、例えばまあこんな感じのやつがあるんだな、これね。でこれはなんか一見「つ」みたいに見えるんだけど、これこの字を崩してる、だからこれは「か」なの、これ。それから逆にこういうふうになってるようなのがあって、でちょっとこう伸びるんだけどね、こんなようなやつ。でこれはね「た」なんですよ。うん、だからこんなような形になってる、ちょっと
見て、うん、ちょっと違うんだけどさ、あの、あとだいぶ違うな。あの、やめよう。消します。あのね、ここの方を見てもらった方がいいや。読み方というのあっただろう。さっきのあの法という字、ドゥファーのファーの右側が型なんですよ。このつまり可能のかという字に今のこのドゥオという字を崩してるんだと思いますけどね。たという字をね。だからその読み方と読むんですね。これね、非常に難しい。ね、はい、それで、じゃあどんなことが書いてあるかっていうのを、まあ、少しずつあの見てみましょうということですね。でまず、その下の大学商区の序、大学商区の序ですね。で、まあ、序というのはいいよね、この大学商区の序っていうところの下の、説明のところを読んでみますよと、ジョーは、ハは、ハは、ハはいいですね。これはなんかこうカタカナみたいな歯だよね。ジョーは、糸口、糸口です。糸口という、ね、糸口と糸ですよね。これはまあなんとなくわかるね。書の字のその次の意味の意という字なんですけど、これは翔先生いかがですか。心だよね。そうそうそう、すごい。心と多分読むんだと思いますね。心、書の字の心なし、なりという、あ、ごめんなさい、書の字の心にしてなんですね。この2でしょ、この2で、こうなってしっていうのがくっついて、そしてこの手なんですよね。この手にしてと、こういう感じになってるわけですね。それからその次のですね、さ、行を変わって一番最初が、このさっきのこれです、これはね、この字を崩してるんだね、これはあの漢文でも出てきたあの歯なんですね。歯だから、ほらさっきの蕎麦屋の蕎麦の歯ですね。はじめですよね。ここの一番上のところはね。だから死と目はくっついてるけど、はじめなんです。そして、これですから、はじめにですよね。はじめにありてこれよりでしょうかね、引き出すことの心なりというふうに書いてあるんですね。ジョニーは糸口という書の字の心にして、糸口という書の字の心にして、初めにありてこれより引き出すことの心なりと。引き出すっていうのがね、なかなかね、この巣もね、あれなんですね。もともとはこの巣の字を崩してる樹という字なんですね。これは本当にね、ことの引き出すことの心なりというふうにね、まあ、つまり樹という言葉の意味をそうやってかな文字で分かりやすく解説してるというわけだよね。これね、いつもね、僕江戸時代のこういうものを見るときに不思議に思うんだけど、今我々がこうやってこういう変体仮名っていうか、こういう崩し字っていうのはものすごい読むのに苦労するんだけど、江戸時代の人は多分これが読みやすかったんだね、いうことだと思うんですよね。だってわざわざ読みにくい字を書いてるっていうことは多分これないと思うんで、しかもこの経典予詞なんてね、誰にでも分かりますっていうことを
触れ込みにしてこの本作ってるわけですから、その文字がねわざわざ読みにくい字で書いてたらそんな単なる意地悪になっちゃいますから、それはそうじゃなくて、多分昔のだから江戸時代の人にとってはこういうその崩し字、今はだから変態がなって言ってるけど全然変態じゃなくて、当時の人はこれが当たり前だったわけでしょうね。で、なってると。いいですか。序は糸口という書の字の心にして、物の始めにありて、これより引き出すことの心なりと、まあ、そういう説明をしているわけだね。そしてその次ですね、今度はそのダーシュエジーシュークウチダーシュエウンヌンというその本文のその後の解説なんだね。この一番最初の字は読める？イ、うん、イニニだよね、これね、さっきね、イニシヘ、うん、そうそう、イニシエですよね、昔という意味だね、イニシエ、みんなできるじゃない、これね、こう一生懸命練習すれば、いや、なんかずっとスッと読めるようになるよ、頑張ってやれば。うん、あのね、イニシエですね。その次は、まあ、むしろだから漢字があるものの方がね、分かったりしてね、学校だよね、学校ですね、の名は、少女、聖女ですよね。それから公、塾、塾と書いてあるけどね、塾、それから古僧、それから半球なんですけど、これはなんかちょっと実際調べてみると、この経典予詞はなんかどうもよく見るとこんな字が書いてあるみたいだけど、実際その中国の古典の中に出てくるのは、このこっち左側は半という字だね、これね、半球でしょ、みたいです。これは昔、まあ、小とか高とかね、少女とか高とか塾とか、いろいろ学校に関する名前はあるってわけですね。でこの古僧っていうのは院の時代の学校が古僧と言ったらしいんだね。それから半宮っていうのは周、の時代、周の時代の、学校を半宮というふうに言ったと。まあそれから壁用ですね、壁用などなどと、などなどなんですね。この「ど」というのがあって、その次にあるこれは繰り返しの印だよね。これはまあ今でも時々使うことがあるけど、「など」というのがあって「などなど」というね。主従だよね、これもね、主従あることなりと、いにしえ学校の名は何とか何とかなど主従あることなりと。でその次の春はまあいいんですけど、その春の次の字は何、なんとなくこういろいろ微妙に字体が変わっちゃうから困るんですけど、これも葉なんですね。まさにこのこれです。ものという字を、こういうふうに崩して春はなんですね。なんか「お」みたいに見えちゃうけどね、だけどちょっとこの下がないしね、春は潮となへだよね、夏は、学を学び、秋は礼を学び、秋はの歯はちゃんと歯にしてくれてるから、秋は礼を学び、冬は書を読むと。それからその次の、だんだん慣れてくるでしょ、これはだんだん分かってきて、まあ、さっきも出たよね、どこだっけ、たですね、読み方の「た」ね、「また」だよね。
また、喫言とてなんですよね、これはね、喫言とて、老人の、周へ、個人の名言、その次が前言という字を書いてあって、その次のこのなんかごちゃごちゃっとした字はこれは何でしょう。これはなんかむしろ文脈から考えた方が分かると思うんですけど、なんとかを問い受けなりと、おですね、おなんです。これがなんとね、これはこの越という字を崩してこういうことになってるらしいのね、おというね、こんなのなんか書く方が大変だね、これはね、なんか全然かなより漢字じゃないかっていう感じがするぐらいですね。名言を問い受けなりと、また、豪語とてですよね。とての手はね、この天という字ですからね、豪語とて、寄り合いて、道徳の物語を、その次はどう読んだらいいかな、道徳の物語を、こっちはおはこれでいいんですけどね、いはいいだよね、その次は、うん、いた、そう、その次はす、あ、できんじゃん、道徳の物語をいたす、そうです、ことなりとね、そういうふうになってるわけですね。その後はさてですね、これはね、こっちのこの天の字のね、さてこの大学の書にね、知るせし義の次は義はまあね、漢字の義ですから、まあ、ちょっとあれだけど、これは義、その次がまあちょっとあれなんだけど、やっぱりこれじゃないですか、はじゃない、ものという字、この字をだからなんていうの、下がここまで崩しちゃってるのもあれだけど、ここはこうこんな形で、つまりその右側のところがこの下の火の部分だよね、だ多分これも義はだと思うんだ、昔ですよね、天使の天使の大学校にて、にてだよね、人を、これさっきのね、ごちゃごちゃした字ですね、人を教え導く法なり、そこで出てきたと、ゾですね、お蕎麦屋さんのソだよお蕎麦のソでした。でそれにこれちゃんと点々振ってあるでしょ、これね、だからゾなんだね、というようなわけで、スラッと読めばまあわかるんですけど、まあこういう感じなんですね。まあ多分、まあ多分というか、今の我々はこういう変態仮名に慣れてないのでこうやって苦労するけれども、やっぱりこれその大事なのはね、その今の日本ってはあんまりそういうことはないんだけど、全ての漢字にこれ全部振り仮名を振ってるでしょ、どんな字でも。つまり昔日本でなんか明治時代ぐらいに出た本とか、まあ、大正昭和の初めぐらいに出た本でね、よくソウルビっていう
これルビっていうのはあの振り仮名のことをまあなんていうかルビっていうんですね、こういう漢字の脇に読み方をつけるっていうのをね、これはまあ印刷用語なんだけど、そのルビって言います。でこのソウルビっていうのは、まあ、一冊この全部の本の全てに、この振り仮名が振ってあるというやつだね。今我々がねこう普通の日本で出てる本っていうのは漢字は漢字で仮名は仮名だけど、まあ、漢字も必ずしも振り仮名振ってないよね、よほどこう難しい字とかなんかの時にはこう振り仮名を振りますけど、必ずしもこう振り仮名振ってないんですね。だけどこれはそのいわゆる今風な言い方をすればこのソウルビーの本なんですね。つまり全ての漢字に振り仮名が振ってあって、だから逆に言うと漢字の読み方を知らない人でもこれは、全部読めると。つまり仮名さえ読めれば、この仮名が僕らは難しいんだけど、その仮名さえ読めれば全ての文章を読めるっていう、まあ、そういうものだっていうことになるんですね。これもね、お茶の水あたり の神田の本屋さんとか行くと、その大正時代とか昭和の頃に出た古い本の、まあ、お話の本みたいなやつをね、これはまあさすがに100円というわけにはいかないけど、まあ、200円とか300円とかぐらいで売ってんですよ、ソウルビの本で。なんかこれ、外国の人がね日本語勉強するのにいいんだって言うんです、ソウルビだから。こういうほら今の本だとね、まあ、漢字特にまあ皆さんだったらその漢字の意味とかは分かっちゃうだろうけど、実際その漢字をどういうふうに日本語で発音するのかっていうのはね分からないこともあるよね。さっきの漢文訓読だって実はややこしくて、例えばその「量」なんていう字は「量」とそのまま音読してたりね、ものによっては訓読にした方が、人なんていう字はね人と読むんじゃなくて人と読んだ方がいいっていうのは、そういうことってあるよね。でその辺がソウルビの本だと大体基本的には全部日本語の読み方になっていて、音読みは音読み、訓読みは訓読みになってるっていうんだな。だからなんかね留学生とかがね200円ぐらいで本買ってって勉強するんだって言うんですよ。とそれいいらしいですよ、なかなか。だから皆さんも多分台湾大学の図書館なんかはそれ古い本いっぱいあると思うんで、それ引っ張り出して見るとね多分いいんじゃないかと思いますね。日本語の教科書とかでもね、なんか多分最初の頃の教科書はみんなルビ振ってあったりするでしょね、そうじゃないとなかなか分かりにくいもんね。だけどそれがだんだんこう今はレベルが上がるとそのルビがなくなってくると思うんだけど、昔はこういうそのソウルビっていうのがあってね、新聞なんかも結構なんていうんですかね、ソウルビが振ってあったりしたのがあったんだね。でこれはなんかねなんていうんだろう、二宮金次郎どうやってたっていうのが私もよくわからないんだけど、昔の人はやっぱりこう本を読むときに、大体その漢文の素読やなんかもそうなんだけど、こう声出して読んでたらしいんだな。だから多分この経典よしなんていう本を勉強するときも黙読で読んでるんではなくて、やっぱりその古学校の名はってこうなんとなく声出して読んでる。でそうすればねまさにこれ、ソウルビで全部振り仮名振ってあるから、こうやって声出して読むのは簡単にできるわけだよね。多分なんかそんなようなことも関係してるんじゃないかって気がするんだね。今の日本の本はだいたいこうこの鈴木先生の本もそうだけどさ、僕らが読むのにまさか声出して読むためにこれ本作ってないと思うんだよね。だから黙読する限りにおいては漢字ってパッと目に入ってくるから、実際どういう音かどうかっていうのは実は日本人にもあんまり関係ないんだよね、正直なところね。
まあそれはもちろん頭の中では完成って出てくれば完成って、あの改正の改革なんていうのがね出てくれば完成って思うんだろうけど、漢字を追っていけば別にそのこれをどう読むかなんていう問題は二の次で、あの読めるっていうところがあると思う。だからその辺、あのそういうソウル美っていうのがだんだんなくなってきたっていうのは、おそらくその本の読み方自体がね、やっぱり音読、昔の人は声出して読んでいたのが、あのもう完全にこう黙って読むようなスタイルにこう変わってきたっていうこともちょっと関係あるのかもしれないですね。なんかあの昔の人は新聞、おじいさんたちなんかは新聞をなんかわざわざ声を出して読んでいるとかいう話はあるんだよね。今新聞でね、あの電車の中なんかでみんな読んでるけど、あれみんな声出したらうるさくしょうがないと思うんだよね。だからそういう読み方じゃないんですよ今はね。あの多分これそういうこともちょっと関係しているような気がします。いずれにしましても、まあ、なかなか今日はちょっと皆さんには大変だったと思うし、まあ、私も大変だったんですけど準備するのが、まあ、とにかくあの昔の江戸時代の人は、まあ、こういうような形で、まあ、漢学をこう読習できるというね、まあ、そんなような機会、あるいはそんなようなあの参考書まで出ていたという、まあ、そういうことだと思うんだね。これはね、あのやっぱりなかなか大したことじゃないかと思うのは、あの江戸時代の人っていうのは、ね、こう士農工商で、武士の子供は武士だし、農民の子供は農民だし、商人の子供は商人なんで、例えば農民の子供がどんなに勉強できても、あのよほどなことがないと、その武士になるなんていうことはできないわけですよね、これはね。だけどそういう中で、しかしまあこういうものを読みたいっていう人が、結構いたんだっていうことは、まあ、なかなかね、あのやっぱり昔の人はよく勉強したいんだなという、まあ、そういうことがあると思いますね。まあ、今はあの特に日本の場合はこう明治時代以後、あのこれはまたそのうちまた良妻詩の話をするときにちょっとそのことは言おうと思うんですけど、あの明治時代以後、そのお役人さんになる試験があって、あ、まあ、大学っていうのもできるしね、だいたい試験でみんな動いていくようになるわけです。でそうなると、あの武士の子でも農民の子でも点数が高い人が合格して偉くなるわけだよね。だけど江戸時代には必ずしもそういうシステムがなかったので、あのそういう中でもね、やっぱりこういう勉強はしようっていうのは、まあなかなか、今思えばすごいことなんじゃないかというね気がします。今はみんなそのいい大学へ入るために一生懸命勉強するんであって、最初はね、あのだから、そういうことがなくてもやってたということですから、まあ、かなりやっぱなかなか大したもんじゃないかというふうに、まあ、思っているわけです。それじゃ あの今日は一応そこまでということにして、じゃあまた来週、来週はあのまた資料をあのあそこのシステムの中へ入れてもらいますけど、来週からいよいよあの本格的な文学の話に、入ります。で来週はですね、まずはあのその詩文、詩ですね、まあ、詩の世界が、中国の詩が日本の文学に、まあ、どういうような影響を与えたかっていうのあたりから始めて、そして次にまあ小説というふうにね、だんだんそう移っていくことにした。来週は高慶という人がいますね。ガオチン、ガオチン中、あの明の初めの詩人でね、その高清宮の詩というものを、まあ、ちょっと訓読で読んでみて、で実はそれをあの日本の明治時代の、まあ、文豪として有名な森鴎外という人がいるんですけど、その森鴎外が日本語に訳してるんだね。でこれがその明治時代ぐらいからものすごく流行ったんだそうで、それを見てみようということです。はい、じゃあ見てきてください。じゃあどうもありがとうございました。今日はそこまでにしましょう。